次に、協会条件についてです。協会条件というのは、ある面に対して、さまざまな解析するための条件を与えるんですけども、その条件が、この磁場解析では5種類ありまして、それぞれについて説明します。まず、入出力高度という協会条件なんですけども、テキストは今11ページですね。これは、比較的分かりやすいんですが、電流の出入り口に設定する協会条件です。コイルですとか、バスバーとか何でもいいんですけども、そこに電流を引火した状態を解析しようと思うと、必ずこの入出力ポートというのを設定していただく必要があります。でこれ設定した例が下に届きがあるんですけども、例えばコイル、このようなコイルに電流を流す場合は、この両端ですね、コイルの両端にこの入出力ポートというのを設定していただきます。で基本的に両端に設定するだけなんですけども、決まりがありまして、調和解析ですね。調和解析の場合は、この入出力ポートというのは外に引き出さないといけないという、制限があります。これ一般的な他社さんの CA 訴訟でも絶対こうなんですけど、引き出して解析をしないといけないという、ことをちょっと覚えておいていただきたいと思います。引き出すというのは、磁場解析をするときは、この対象物を定義して、その周りに空気ですね、を定義する必要があるんですけども、その空気の外側ですね、空気の外側までこの引き出しを作っていただいて、そこに入出力ポートを設定していただくというような制限があります。で他にも、制限があるんですけども、こちらの方、説明をまた読んでおいていただきたいんですが、それに対して、正解析ですね。正解析の場合は、引き出さないといけないというような制限はありませんので、特にライブにあっても解析をすることができます。次に、積分炉なんですけども、これは使う場面が限定されているんですが、誘導起電力の計算を行う場合に使用する協会条件です。またこの同じ受信コイルの例が出てきましたけれども、この受信コイルの例では、起電力ということで何ボルト起電力が発生するかというのを解析したいわけなんですけれども、その何ボルトという起電力を求める際に、この積分炉という境界条件をその電流の経路に沿って設定をしていただくと出力されます。具体的にはこれ、具体的に出力した例なんですけど、実物と極という。起電力が出てきています。このような場合に使用するのがこの積分炉という協会条件です。次なんですけれども、電気壁と磁気壁という協会条件があります。これは意識して使うことはあまりないんですけれども、基本的には対象モデルですね、対象モデルの解析をするときに使うものだと思っていただければ良いです。対象モデルというのは何なのか、ちょっと右側に図で説明してあるんですけども、これコイルがあって、周りに空気があってという単純なモデルなんですけども、この形状を見ると4分の1の対象形状になっていますので、この下の図のように4分の1 のモデルにしてやって解析をすることができます。こうしてやると計算のコストが下がりますので、計算の時間が非常に短くなるんですけども、その時にですね、この切断した面に対してどういう境界条件を与えるかというのを考えてやらないといけないんですけども、その時に使うのがこの電気壁と磁気壁です。で、まず電気壁の方は、これ電気壁を設定していただくと、その、隣の磁界は、壁に対して水平
になります。一方磁気壁の方は垂直になります。まあ、このような条件で解かれることになるんですけども、でまあ、磁界が対象モデルで実際に水面にあるのか垂直になるのかというのを考えていただきながら、この対象面に評価、そのどちらかの評価条件をつけていただくというような使い方になります。でこの右側の事例ですと、この断面の磁界がどうなるかというのを考えていただくと、分かるんですが、磁界はこの水平ですね、水平方向になりますので、電気壁を設定するのが正しいということになります。で磁気壁に関しては対象モデル以外でも一部ですね、先ほど出てきましたけれども、外部磁界、外部磁場の敏感の際に使用することがあります。次なんですけど、解剖境界というものがあります。これは磁界が解析領域の外にちょっと広がっているというような境界条件なんですけども、これも使う場面はかなり限定されておりまして、磁界の指向性を解析したい場合にこの解剖境界というものを使います。ほとんど多分皆さん使うことないと思うんですけども、一応説明しますと、これ例題、ヘルプの例題に磁界指向性という例題があるんですけども、このリングのホイールがあって、その周囲の磁界がどうなるかというのは指向性を見たりすることができるんですけども、そういうような解析、指向性の解析をする際にこの解剖境界という境界条件を設定していただく必要があります。で、この解剖境界については使用する上で注意がありまして、まず、原点弾道ですね、この中心の弾道を正しく設定していただく必要があります。設定するダイアログがあるんですけども、そちらの方で設定していただく必要があります。それから、解剖境界は、球面上ですね、球面上にしか設定できないという制限があります。例えば、前の例のこの空気の形を見ると、これ直方体なんですけども、この周囲には解剖境界を設定することはできません。このように球ですね、球になっている場合にのみこの境界条件は使用できますので、ご注意ください。境界条件についてはリードなんですけども、フェムテットの中で外部境界条件というキーワードがありまして出てくるんですけども、そちらについて少し説明をしておきます。この外部境界条件というのは、解析領域の外周ですね、に適用される境界条件のことを、外部境界条件というふうに呼んでいます。具体的にはこのモデルですと、空気があって、空気の一番外側ですね、外側のこれ立方体ですので6面あるんですけども、この6面が、この外部境界条件と呼ばれるというふうにメグテッドの中では呼んでいます。メグテッドが採用している有限要素法という解析手法では、必ずその解析の、領域の端ですね、には何らかの条件を与えている必要があるんですけども、その、外側ですね、外側の条件のことを外部境界と言います。でこれまたフェムテッドを触っていただいたら分かるんですけども、フェムテッドの、リボンメニューですね、リボンメニューのところにここに外部境界条件というボタンがありまして、こちらを押していただくと内容を変更することができます。で、初期状態では電気壁になっています。